はい、どうも、やすです。それではドラクエ10バージョン2やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。左を見てください。ベリナード領北とあります。そして目の前、ゴールドウォークインね。続きやっていきましょう。さあ、倒して何かを手に入れると行きましょう。さあ、今回ね、ソウル賢者魔法戦士と入れております。行きますか。でね、でね、倒す。よし、強いのかな。あ、弱い。これでですね、浄化のハーブ、そう、これを集めていくと12個なんで、残り11個ですな。いた、11匹もいる。なんかね、オルセココーチだったらしいんだけど、こっちの方が近かったんで、ベリナードの方まで来ました。どうなんでしょうね。よいしょ、 OK。 地味だねこれ。あと、なんだ、この10匹をこんなこと、逃げるんじゃないよ。あ、やっぱり弱いんだな、これ。なんか作戦が変な感じになってる。サポートなんかもなんか、動き悪いよね。いいよね、これ。なんだろう。もっとね、ガンガンに来てもおかしくないだろう。ためがあったね。 OK。 で、残り9です。いるね。いけっかな。これで魔物の群れ、よいしょ、捨て身、よし、手に倒せるか。グッバイ。どこまらあった使うんだ。あ、死んでない。嘘だろ。よいしょ最後は可愛い。あと 8?8 か。あっ、ここでさ、魔物の群れっていうのでゴールドウォーカー出たら嬉しかったんだけど、そんな甘かない。8匹もいそうな感じしないんだけどな。こっちいないかな。あ、こっち行くとちょっと変わっちゃう感じかな。奥でね、オンラインのお仲間さんが戦ってますが、こっち側か。そしたらいる？これ、あ、いたいた。8匹いけるか。あ、いけそうかな。あ、大丈夫そう。左めっちゃいたね。よし。何気にさ、いろんな技をね、覚えてきました。他の職業はもうレベル上げてるので。やっぱりね、バトマスが一番こう、かっこいいというか、今、かって言っちゃった。かっこいいと、あともう一つなんだっけ、生かす、なんか表現のなんかね、言い方を考えたらちょぴっと変な感じになって。もうた、オッケー、いけるやろ。残り6。たださ、このバージョン2のクエストとしてはさ、敵弱すぎだよね。だいたいここまで来たらみんなめっちゃ強いからさ、こんな弱い、なんだろう、雑魚狩りみたいなのは逃げるの。技が使えないんだよね、この覚えてる。
まあ、その、ブキブキ、あ、いなくなった。どこだ、いなくなった。あ、倒したのか。槍、うん。あと、あと、あと、ん、4。意外とすんなりいくね。うん、ギリギリ踏ん張ってる。さて、あとは3。あー、大丈夫っぽい。こんなにいたんだね。知らんかった。よいしょ。12回同じことさせるっていうシステムなかなかだよ、この単調の作業。ドラクエっぽいね、こういうのは。残り2個、ラスト2。これでラスト、逃げるかな。押すな。あれ、なんか違う方に行ってる。よし、これで、あとはいたね、ラスワン。 OK、 最高最高。透けとるやんよし、テンションバーン弱すぎるってだから。なんか、うまいものいじめしてるんだよ。おや。よし。そしたら、はい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 。ありがとう。一回で十分だよ。で、強ボスにしてほしかった。こっち行こう。上に上がるのか。あ、やばいちょっとめんどい感じの駅に行ってしまった。よいしょ。おそらくね、乗ればね、あのおじいちゃんが現れてくれるでしょう。どこにしようか。前と同じところじゃ面白くないので、ラッカラーにしてみるか。はい、センシティブ、センシティブって敏感じゃなかったっけ。あれ、慎重にってこと。ワイルドかつ大胆かつ慎重にってこと。成果は。
ロシアムバーガー。来た、運命の線路が交差するとき、また会いましょうってことですね。OK。 そしたらですね、戻りましょう。ブシェンダさんへのご報告ということなので、外に出て飛びます。プリンプリンプリン、だってかっこよくない？新アラハギ色じゃねえ。あれ、新アラハギ色じゃないよ。何やってんの？飛ぶの間違えた。違う、芯ついてればさ、いいやろ的なノリでいっちゃった。ちゃうちゃうちゃう。もう普通に間違えた。ところでさ、最近勇者姫に会ってないんだ。それはいいのかな。久しぶりにちょっと顔が見たかったです。いるかな。アングシーや。浮かぶんですか。了解です。さてさて、ではご報告。今さ、メモに載ってたけど、踊り子ね、まあ出してないんだよね。どうしようか。バージョン3じゃなくて出せないんだっけ。ぽいけどね。入れたら出します。ただパッシブがそんなに使えないっていう噂が流れてるので、ちょっと怖いですが、この下だよね、右のはず。そう、賢者の執務室、ここでござる。その駅の、なんだろう、名産品、あの顔つきのさ、弁当ってさ、食べてるの見たことあるよね。デサゴーラ、勇者姫とさ、お兄さんが戦ったも相手でしょうね。
オッケー。世界の謎の全容ですか。あれ、これでグランゼドーラストーリー終わり。そんなことない。待て、次何すればいい。あ、でも違う、あの紫は違うね。あれほんと晴れ晴れって感じ。ちょっと調べます。次何やねん。3階に行けって言われてます。行きますか。なんで3階に何がある。こっち行けって。王族の資質になんか紫の反応が新しくあるね。こっちか。あ、ユリアさん、キサキ。豪華な防具屋にマントを一着注文。素材の入手は難しい。なぜマントをアンルシアさんにあげるのか。はい。ユリア姫の願い。姫じゃない、キサキだ急にアンルシアと被らせたね姫が二人もいちゃまずいっちゃう。そしたら、一旦あっちからジョーカーに飛びましょう。そこ行けばきっとね、近いはず。でかいもんね、グランゼドーラ。なぜそんなにでかいっていう、こう、締める。うお、見てこの人の数。みんな、ほんと？まことか？まことなのか？さて、行こうと。じゃあ、いけないわけ。ありがとうって。さて、さて、行かすね。和風男。さーて、さーて、今日はダメだ。何やってんだ。普通にその先がさ、城下町だと思って。ん？一緒に来てる。和風男も。あれ？防御だっけ？待って待って。名前なんて言うんだったっけ？名前は？蓮拳。そうそうそう。この流れに乗ろう。もう忘れてるっていうね。鶏か。やっぱり防具屋だ。よし。よし。基本さ、取引所で、いろんなもの買うんですよ。そっちの方が安いんで。なんで武器屋とか防具屋とかって、ほぼほぼ利用しないんだよね。だから、久しぶり。何日ぶり？いや、何ヶ月ぶりだね、防具屋に顔出して。さてさて、よいしょ。さあ、お願いします。蓮拳違うオムザだ。はい。
行の禁止、グランゼドーラ領、その南見張り島、サンダーシャウトからの中ボスっぽいね。10本、いや違う、雑魚キャラか。10匹倒せってことだよ。おう、もう20分経っちゃってるよ。どうしよう。そしたら、次回ね、そのサンダーシャウトという輩がですね、いるところの前からね、始めたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではいつもとですが、チャンネル登録、コメント、評価、どうぞよろしくです。それでは。